はい、どうも岡田千恵里担当プロデューサーのテクタンと申します。今回は現在開催中のアタポンイベントバベル、こちらの MV を見ていきたいと思います。はい、いやシキニャもね、アスカくんもね、ソロ曲とかすごいかっこよかったりする、このかっこいい2人のね組み合わせ、かっこいい曲絶対来ると思ってたらね、もう案の定すごいかっこいい曲はね、何回か叩いたんで、うん、若干耳には入ってるんですけれど、 MV 全く見てないんでかなり楽しみです。いやー、このね、エスレアのイベント報酬のエスレアのイラストを見るだけでもかなり胸がワクワクするのですが、じゃあ MV を見ていきましょう。はい、二人ともね、SS レアはいます。シキニャンが、フェス限。で、アスカくんが限定のアスカくんとなっております。まあ、この種類しかちょっと持ってないんで、これで見ていってみましょう。諸君の命ずる。今宵は楽しめ。以上だ。いや、どちらの衣装もね、二人らしい感じが出てる衣装なんで、かなりいいと思うんですけれども。お、なんかすごい古代の遺跡的な、なんか騎士となんかお姫様的な感じがするね。いやー、何これ、かっこいい。いやー、いいや、めっちゃかっこいい。もう歌詞がね、なかなか聞き取れてなかったんで、すごい気になる。なんかちょっと難しい。おー、いいよー。あ、素敵な声。今のハモリ、なんかすごい耳に心地いい感じやね。ここはどこって寄せてないの？お城？塔か。このなんか、この重力無視したこの MV らしさがすごいかっこいいよね。あ、ここのパートすごいかっこいいよね。わあ、なんかすごいなんか RPG 感があって、なんかアングルもすごい凝ってて、なんかさ、背景もすごくない？この窓から見える背景とか。今のリンゴのなんか演出がかっこいいね。あ、これは外に出るのでは。おお、なんかすごい退治してる感がある。今までとやっぱ雰囲気がこう全然違うくて、すごい、なんやろ、かっこいい。なんかアイドルなんやけど、やっぱ衣装とか見てるとアイドルなんやけど、このステージがすごいアイドルらしくないけれどやっぱ彼女たちがね、すごいアイドルなんで、いや、そういうアイドルソングすごく好きです。かっこいい。いや、なんかこの天使と悪魔のね、衣装で見たいよね。このエスレアの報酬になってるね。っていうことで、うちのユニットのちょっと天使っぽい子と悪魔っぽい子とちょっと組んでみましょう。はい、この二人で見ていきましょう。ちょうどね、レイジーレイジーとダークイルミネイトのね、二人の相方同士っていうことでね、まあ、ちょっと場所入れ替わってるのが、今回アスカくんが天使で、シキニャンが悪魔っていう、なんかそういうイメージで言ってるので、まあ天使っぽいこのブライダルの衣装のフレちゃんと、フェスゲンのね、悪魔っぽいランクを組んでみました。フレデリコ。ではこの二人、天使と悪魔の二人で見ていきましょう。バベル。お、天使登場。
そして悪魔登場、アポイポイ。あ、色味もすごいなんか合ってるよね。あ、天使と悪魔っぽい、すごいすごい。あ、このなんか黒と白のね、そしてなんかランコがちょっと黒くて赤っぽくて、フレちゃんが青で白っぽい感じやから、ちょうどね、対になってる感じで、めっちゃ色味ぴったりじゃない？炎もさ、すごい赤やし、ここで、ここは周り青っぽくなってるし、いつも可愛いフレちゃんがなんかアスカくんの声で歌うとなんかセクシーやね。いや、ぽいぽい。なんか、ランコ衣装がそれっぽすぎて。なんかそういうね、なんか悪魔の降り立ったこういう塔に天使が舞い込んできた感じがしていいね。おお、今の光景綺麗やったよ。このなんかリンゴ食べるシーン、なんかツイッターでよく見るよね。いろんな子にリンゴ食べさせてる感じ。あ、なんか天使がすごい階段。おお、天使と悪魔が出会った。この組み合わせも。はい、ということで MV を見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、曲かっこいいよね。でもかっこいい曲あるあるの譜面が難しい。譜面が難しい。うん、一応ね、今ハイスコアランキング1万6000のところにいるのはいるんですけれども、もうすぐなんか落ちそうよね。コツ掴んだ方々たちに抜かされて。いやー、でもね、イベント、ホーチパできたっていうこともあって、ちょくちょく回したりしてます。もちろんね、この素敵なイラストのね、二人もゲットして、はい、イベントは走っていきたいと思います。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。